君とここでよく会うね。二度目だっけ？翔吾君はこのお店がとっても好きなんだ。だからよく来てるんだよね。難しいんだね。ゆえの好きな人はもっと
っとわけわかんない。ものすごーく、すごく、すごく、すごーく、わけわかんないよ。そんなわけわかんない人が好きなゆえも、ものすごーく、はあ、わけわかんないよ。
たかったよ。ここで君と会えてよかった。たったこれだけで、それだけのことで、ほらほらね。わけもなく力が。戻ってくるね。ただ二人、こうして会えるだけで力が戻ってくるよね。そして笑い合えるね。それってなーに？ほらほら、どうしたのかな。
どこへ行こっか。決めた。やめた。やめる。翔吾のそばにいつもいられる。可愛い奥さんになるよ。グッドモーニング。翔吾、君はようやく今お目覚め。でもまだ眠い。でも二度寝禁止。布団に愛を語るのも禁止。クースカピーももちろん禁止。ついでにお前も禁止。じゃあ出かけよっか。なによ、せっかくのオフなんだし、部屋で過ごすなんてもったいないよ。私のドライブの腕前だって試してみたいでしょ。だめ。君は私にいっぱい貸しがあるはずだね。昨日あの恐ろしい状態だったこの部屋をさっさと素早く見事にここまで蘇らせたのは誰だったかな。友やお利口、外出できるってわかるのね。